お願いします。さあ8月2日、富永さん当撃3日前ですよ。3日前の東西戦、東西戦始まりました。本日16対16でお送りします。開幕はシーマ対バインの見慣れたこの試合、これが的に何なんでしたっけ。この戦いが何なんですか。これは戦いのゴングで、戦いのゴング、オリンピックの国歌斉唱に当たる東西戦はこれが、やはりこれが、なるほど、これがないと始まらないと、始まらないですね。オリンピックで国歌斉唱がないと閉まらないように、これがないと東西戦も閉まらないと言いながら、言ってももう3日前ですからね。これ本当ですよ、みんな一番仕上がってる時期ですからね。そうですね、面白い試合いっぱいあると思いますよ。本当はね、徳ちゃんと一緒にこれマイク持って予定だったんですが、急遽抜きさんから「いや徳らマイク持たせてる場合じゃない」と「持ってる場合じゃねえ、のじ合いしろバカ」と言われ、急遽私大平がいうふうなことでマイクを握ることになりました。今日は言ってる間にシーマさんが取ってます。さっきあの人ヒーリングしてたけど取られてますね。いやヒーリングありだよこれ、多分ありなんだけど、ヒーリングした分取られましたね。レミー側に意味が分かんないです。一本半レミーが頑張って削り取ったことになりますよ。そういうことが、そういうこと。さて2本目、体力は押して、ここは中盤韓国、さっきあれですからね、勝利宣言してましたからね。こいつは、こいつだけは俺が殺すって言ってましたからね。どっちが、シーマが、おう、いやーその勝利宣言通り有言実行のシーマ、サマーをぶっ込んでいく最強。はい、ではさあ第2試合になるか。第2試合2人目、はい、ワンピガが鉄誠になります。鉄さんね、鉄さん誠で最近頑張ってる方ですね。なるほど、しかしこの変則レフィーを知ってるかどうかでかなり、これはやってればキャラ隊とかそういうんじゃなくて、大これは先端ルグレですね。先端ルグレ使いこなしてますシーマ。さあ N 投げ、何情報だったんですかタルバインさんは。ぶち切れてたんですけど、これはあれですね、うわタラジャンサマーがさ、誰が入ってくるんだったらモリニーと交換。そうだね、モリニーがザビザになるからですね。なるほど、分かった。じゃあこっちのワンピーチームだな。そうですね、ワンピーチームの森兄が、じゃああれですね、プラスチェンジになります。阿部さんにチェンジですね。お、さあ2試合目はこれ結構やりづらいんですよね、多分。まあやっぱりルグレってことになる、うん、ルグレ先端当てがねきつすぎてね終わってるんですよこれ。ここはステージ戦、さあ取り返して最初ラウンド。拾って裏回りはサファビとヒル。拾って大パン投げて、体力は半分奪う。左足の先端を引っ掛けて、あらジャンプサマー。さあエギーユからお互い暴れていって、これは正中戦は多分死なないと判断したのか。迷いの隙にダブルサマーじゃねえや、 EX を決めて、あーちょっとマジか、そういうこと、うん、わかりました。これはちょっと事故ってしまいましたが、まあ、さあいっちゃいましょう。3人目はベンさんのユンですね、はい、海外勢の方です。やっぱり攻撃前後は海外勢の方いらっしゃいますからね。そうですね、この間もフランスの青切符勢がいっぱいいらっしゃいました。これは海外でレミーとか絶対知らないでしょ。まあね、レミーがいないだろうからねそもそもいないだろうし、外国にはいたらいたでちょっと面白そうですけどね。いや海外少ない人口の中で生き残ってるレミーとかマジ怖そうだけど、海外はさすがにさすがにか。ここは暴れをきっちり崩して、高いここがちょっと遠い。トリック。さあちょっと攻めあぐねているか。ジェスチャーで暴れて幻影陣、ここは距離取る。テンポが使ってサマーがちょっと遅い。これだけでもいいヘリダッシュジェスチャーを決めて、最後は雷撃にソニック合わせてシーマ3連勝。シーマ3連勝。さあお肉って大変すいません、ちょっと試合が中断してて申し訳ございませんでした。たい平がちょっと人の順番を間違えてメモがめちゃめちゃ混乱しちゃいました。たい平は絶対に許しません。というわけで本日の東西戦の実況じゃねえや提供は吉野石膏さんの提供でお送りいたしております。たい平は後で今日2ちゃんで叩きますと言ってる間にたい平が一歩リード。ボードを出してシーマ今日は画面が見えてる。マジか。パラジャンプソニックダッシュ投げが通ってこいつは入らないがお、いいルグで出ましたね。あー今も多段ブローができなかった。いい仕事したシーマ。さあちょっともうたい平がバグらしてキー君がなんで 2P なんだよってちょっとブチ切れてます。これは後で謝罪ですね。これはなきついんだけどなあ。ミカドでも結構やってるっぽいんでこの2人は多少やり慣れてる感があるけどもやっぱなんやかんや言うても大変のが勝ってんのかな。これはおージャンプ台決だね。あのジャンプ台決強すぎだろあれ。9番これは9側ちょっとあれですよね、なかなか近づけないですねジャンプ台系で。ここは盾をあの盾がきつい。おーっと確認できる。これでおーだいぶ硬くなった。さすがにこれは1本取り返していいね。キー君いいよ。もう今日は大変許さなくていいからキー君マジで。おーマジか。頑張れキー君いいよ。惜しい。ああ出なかった。あれ難しいのかな突進の SA は。何をナイスダッシュ投げグラップ立て。強すぎる。できる。はいおめえほらたい平さん負けちゃったの。おめえ人の呼ぶ順番間違えとくから。さあ続いて出るはドネックスアレク。いやーマジ何も考えてなかったというわけで、はい、P 君のコロンビアいただきました。マジですげえ喜んでた。コロンビア知らない？知ってる。こういうガッツポーズ知ってる。P 君そういえば久しぶりに今日対戦して、うんでバンコテ、そう俺ね さっき P 君にさ俺中指立てられたんだけどそう立てられてびっくりしたんだけどマジか久しぶりな挨拶にしては激しいなと思って、ね、もう一回ボコっといたそう取りそうだったんだよね。そうそう危なかったんだよね。そう止めにマジ危なくてギリギリ勝ったら危なかったよ。逆側にわざわざ顔出してちょっとモザイクかけるような感じのあるちょっとたけってますね。たけってたね P 君。あいいね。さあその P 君が先制して、はいいや多分まあ僕だけなんでしょうねそんなやっぱ相手を見ますか。相手を見て相手をヒット確認でちゃんとやってきますからねそういうの相手見るか立ち回りしっかりしとるな。 P 君は多分あれですね、伸びしろはありますよきっと。ああいろんな意味でね、はい立ち回りはね確かに伸びしろあると思う、はい、まだちゃんとヒット確認しますからね。まだ若いしまあいきなりどんな人にもやったらドキュンで終わるんですけどまあ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 画面を見てちゃんとね一応画面見てやってますからいいですねさあ今度はドネさんが押してて、さあ画面端定位置で我慢を続けるキューだが最後は投げこれ結構いい勝負してるじゃないですか。普通にいい勝負ですね。これ Q アレクはどんな感じなんですか。いやー普通にきちいとは思うけど風ね Q アレクってどう。アレク有利。まあさすがにアレク、まあさすがにアレクここでダッシュ捕獲台形通ってあれ P を確定ですね。あれねドンロテこれ硬くなったら Q 有利。これ硬くなってもゴムアレクってキャラ強いじゃん。ここは最大級でさあ連突2発あるからまだわからないがあるあるあるワンチャン投げてあるよ。体育しゃがみ大パン引っ掛けて勝ったのはゾネックス。いやでもキー君ようやったで。次タナ相手見ないとヒット確認ですからさあアレックス同キャラ、はい、次に出てきたのは、タナアレク味方勢ですね、はいちょこちょこミカド勢たまにバーサスの皆さんで来ていただきますがこのアレクも強いんです。しかし押しているのはゾネックスだがお互い殴り合い体力よりはゾネックス引っ掛けてタッチ処刑さあ膝ガードここはできるライフラからエルボー入れてやった赤を失敗して最後は壊しリープ。壊しリープいい逆転劇先制したのはタナアレクでタナさんやっぱ上手になってるんじゃないですか。これアレク業界でまた若い目が芽吹いてきたんじゃないですか。これはいやーいいなそのさ下から本当にゼロから始めて人がちゃんとキャラにいるっていう。あゼロからゼロからっていうかそのどういう意味だろう。ちゃんとメインの人が大平さん潰すとかやめてください。いやしないんだよ。だからユリアンが全然いないのよ。ゆりやんがそういう人が全然いなくてそう羨ましいなと思うんですよ。だってあれでしょ大きい兵と書いて大兵って書いてありましたやめたれやめたれそんな大きくなってくださいよ大兵さん頑張ります。さあイエストラって決めてもらってここはエルボーフラチョさすがこの年季ですね。いい根性値10年やってますから大パンさあエルボー決めてダメ足出し投げここは暴れ大フラ決まって大パンなんか裏もあったさあ画面端になってプロって口ぐらい着地にパワーボム体育パワーボムさあ体育シャマイジャパンわあ押しかしてバックステからの中盤エクストラチョー、田中アレク勝利。田さん強え。さあ続いて登場はマサの Q ですね。名古屋勢の方、名古屋の方です。めちゃめちゃ強いです。マジですか。最初今日乱入されたってことで PM さんかと思ったんですよ。したら違くてあ、マサさん、マサさんや、久しぶりっつって。あ、どこに会ったことあるの？この前というか去年の年末か、名古屋に遊びに来た時。ああ、なるほど。マジか、強い Q の人関東ではそんなにいないって、まあ、そもそも Q が少ないですけど、ね、もうこれさ、このキャラが強いですよ、これ多分。効果 Q ね。 Q っていうキャラが強い。 Q っていうキャラが強い。誠より終わってた。さあ第2ラウンド、たまたま土佐波が当たんないところ勝てないゲームになってたたまたまだよマジこのね、たまたまだと黒い Q を使ってる人はめちゃめちゃ強い。あ、それは間違いないよ。黒い Q にはたまたまとさなみ当てないとダメ。さあここ大爆ロッテ19連続 2P1 回バックしてから突進。ここはジャンプサンダー取って投げる。Q は動かないと見せて突進を引っ掛ける。エクサカード投げが去って、最後はコパンと小足が引っかかり、勝ったのはマサの Q。 根性がすげえな、根性が。次、さあ続いては精密神聖君です。精密神の登場です。最近またちょっと一時お休みしてたんですが、またモチベを取り戻してレミで頑張っております、というかこの間ボコボコされました。今日はなんかあれでしょ、空港を送りに行ってきたんでしょ。ああ、そう、太郎を迎えに行って、そう、太郎がいつまでたっても行って一緒かすって言ってたらしい。あ、そうなんだ温まってんだ、もう空港から温まってきてこの交差点に臨んだというせい君ですが、まあ太郎ですからね。確かにあれだよ、釣りしかしないから太郎って言った瞬間に食いついたら負けなんですよあ、その時点でもうそういう読み合いが発生するんですよ。太郎戦は釣り針食っちゃったことになる。はい、なるほどね。さあだいぶ引っ掛けてルーブレ、これはさすがに Q の方が痛い。最後は EX ソニック、さすがの立ち回りですね。うまいな聖君。 Q もしゃがんでると上ソニが当たったり当たらなかったりして面倒くさいので、上ソニが飛んでくる瞬間に小足とかを振って避けるタイプなんですが、あ、そうなんだ。そうユリアンみたいだね。そう、こんな感じ。そうですね、 SA は安息選んでますね。こっちだといっぱいソニック出る方を選ぶパターンもよく見ますが、さあ画面足持ってって、どっちがいいんだろうな。これはジャンプサンダーお見事。あー、マジか。あれ今これ硬くなってんだよね、多分ね。なってますね。あんなに頑張ったのに全然減ってなかったよ。まだ3割しか減っておりません。これがキャラ相性というものか。壊して止めて、ソニック引っ掛ける。セイ君うまい。時間はまだ半分。セイ君なんかちょっと精密っぽいですね。なんか動きが仕上がってますか。動きが精密ですね、今日。動きが精密。さあ Q 側がソニックにちょっと対処が難しいか。年引っ掛けて、さあどうやって押していくか。さあ EX ルーグルを大形で潰されて、ここは突進刺さっていた。ダッシュ見てから、今結構見てからダッシュ見た、動いたの見て回した。マジか。さあ会心の連続決めて取り返した。第3ラウンド人性能が高い。ここは移動投げで先に吸い込む。本格が使ってジャンプ台形反則。さすがにピンしないとヘリはいいヘリ。大パンから投げてうまいな、せい君のこの距離が。さあここは無理をせずソニックで下がりながら相手を見るが、突進差し込んでからの大きい攻めはもう硬くなってる場合じゃないんだ。そうですね、あの体力などってとこですかね。捕獲決まって、二段突進、最後は中足小足決めたのはマサの9。村上さん、さあ登場したのは村上ネクロ、ネクロ9。これは結構ありそうでないらしいですよ。ああ、そうなんだ。意外にこれ肘がいっぱい入るやつでしょ。これ肘というか、なんか N 投げ9、ネクロが画面端で投げるとなんかコンボがいっぱい入ります。あ、そうなんだ。いっぱい入るの。いっぱい入る。10回ぐらい電磁中肘大肘とか入る。10回ぐらい入る。10回はいいです。10回入る。肘10の話。肘10じゃない、肘10回ぐらい。肘10回ぐらい、いっぱい入るのがきついな。さあここは画面端グラップでしのいだものの、9は簡単には画面端逃げれないが、ネクロが下がって一応得。これは結構きついのかな、9側は。でもなんか両方とも、うわー、ジャクトシンから含む。どっかでこれお互い触りに行かなきゃいけないんじゃないですか。結構そうなんだろうけど、全然そんなことないんだ。どういう感じなんだろう。さあここは画面で入れ替えて、通常上のリーチは当然ネクロ側ですが、さあ9側もじりじりしているが、ここで入れ替えて相打ち。ここはエルボの分ネクロが有利。ラップ、しかしもう腹部ゲージは溜まっていて、これも圏内ですから怖いですよね。さあここで捕獲で掴んでいく。目の前でカクカクしてんじゃねえと。お仕置きでしたね。お仕置きでしたね。ここでキャラ替えしたまんまさんが登場。キャラ替えしたんですよね。前からゴーキは使ってましたが、まんまゴーキ登場。なんかサブからメインに昇格しました。ゴーキが昇格する、昇格しましたね。なるほど。さあしかし道着全般は使いこなすまんまさんですから、スッと入れ替わると。まあわかんねえとかって言ってた割には結構分かってるはずなんで。さあ中盤から竜巻昇竜拳、大パンが減る。ここは逃げてや、そうそう、その空中からの波動拳が最強だから大丈夫だよ。さあこれはブロックして、これは吹っ飛ぶ。マジか、圏内突進。ああ惜しい。最後は昇竜拳をすかす。あれ半分減った今。減りますよ。減りすぎでしょ。減りすぎ。突進まで決めて6割以上減るんじゃないかな最後に。なんであんな減っちゃうの。豪気だから、相手が豪気だ。誠はあんな減りません。まあ減るけど減りすぎや。しかし今のリーパーお見事でした。ここは画面入れ替わって竜巻裏当て、空陣ガードして、ここはジャンプ見てからドハド。うまいっすねサイクルメンバー。竜巻中段突進。さあもう地上にいなくていいということか。止まらなかった。あーちょっと遅らせて昇竜拳、最後は削り切って。さあまんま僕取り返す。頑張れリブ、上り5番。ここは裏回りからコンボ決めて対空フップブ突進。一気に残り1割、中段残り5番。最後はジャンプ中パンチからの壊しセンター当て。マジかー、9が強い。ここで登場が Y2J。 さあ Y2J 竜、さあ竜級ですが、もはやよくわかりません。さあお互い真空と突進を選択していて、真空か、真空ですね。電磁じゃねえんだ。ここはダッシュから電突。あれ何、見えてからできんのわかんねえけど、無敵は長いんで弾を抜けることはよくありますが、あれラッシュ仕込んでたんですよね今。マジか。最後はリープで削りきって、今の場合調整はすげえな。ちょっと待って、これ最強技じゃん。いやーびっくりした。これちょっと待って、マサさん早すぎたんじゃないのこれ。ちょっとお前失礼だよ大変、マサさんにやっちゃいました。ちゃんとこれは失礼いたしました。これはマジか。また波動を見てからもうこれマジとかそういうレベルじゃねえぞ多分。これはマジで出しました。いやすげえ、本物じゃねえか。しかしからの最後はジャックフォカドビンター U5 連勝。さあ出てきました、今日攻撃のために帰ってきたタロユニアン。タロさん誰と出るんですか。太郎は当日予選は3人、国太郎、拓郎とか出るのかな確か。ああ、国と拓郎さんは強いけど太郎はどうなんですか。ちょっとどうなんですかね。ちょっとみんなに飯でもおごらないと足りないんじゃないの。すいません、政治力をかけないと当日予選取ってもらえないかも。拓郎さんってだってベスト10取ったんですよね。そうですよ、ベスト10ですよ。これは連続半角です。さあ受弾30番体育。さあローン決めて、さあユリアンキャラ的には相当きついと思われますが対策も完璧。体育ビンタ、これは PA 確定。2発打って肘はかかりません。半角連突しゃがみぐらい、一気に5割。これユリアン級って終わったでしょ。級側基本終わってると思われます。さあ肘球でめちゃめちゃ太郎テンパってんじゃんこんなの。さあタックル最後は外すが投げすかし投げ球で太郎もう一回投げて、太郎頑張れや。もう一回投げて、もう攻撃つけるぞ、頑張れ太郎。さあ PA2 回決まってるのでさすがに Q の減りが甘い。PA3 回入った投げ突進球でこのコンボが回収率ともに終わってるんですが、イリアンがまだゲージが溜まってません。マサさんならなんとかしてくれる。突進半角マジか、完璧ですね。ダブル9番マサさん乗って捕獲のシャットがこれは浮いてしまっていけタックルストップエイジなって、さあガードガード、さあ一気にダメージを奪わせない。盾を張ってるところ強気でボタン押していきますね。 Q に手前までってすごい難しいんですよ。あ、そうなの。 Q が細すぎるんで、なんで最後は中継ましたね。太郎 Q に敗れる。なんで。